皆さんこんにちは。今日紹介する料理はエビのカレーです。使うのが以前の動画で説明したコストコエビです。それでは先にエビの殻を剥いていきます。カレーに使うエビはどんなエビでも全然構いません。もちろん甘エビとかでもできます。エビは出汁がたくさん出るのでカレーがすごく美味しくなります。まあエビカレー作るときはいろんなポイントがあります。美味しく仕上げるためのポイントね。それを作りながら少しずつ伝えていきます。洗ったエビにアメリカ少量、本当にちょっとで大丈夫です。小さじ半程度入れていきます。塩を入れていきます。塩をたくさん入れないようにだけ注意してください。これもエビのカレー作る時のポイントになります。混ぜたら他の材料準備してる間寝かしておきます。エビ以外に他に必要な材料はカシューナッツ12-3粒、ローストするもしくはつまみ用のカシューナッツでも構いません。ターメリック小さじ半、クミンシード大さじ1杯、軽く空入りして使います。パチパチとしてきたら OK です。パプリカパウダー大さじ1杯、塩小さじ1杯、ニンニク2粒使います。生姜 10g、 青唐辛子2個使います。そしてカレーリーフは10枚程度、ミニトマト6個使います。玉ねぎ1個使います。水 400cc を準備してください。今日はせっかくエビの殻があるので出汁を取って使います。作り方はとっても簡単。小さなフライパンに少量の油を入れ温め、洗ったエビの殻を入れます。赤くなるまで炒めて、そして全体的に赤くなったら分量の水を加えて煮込みます。沸騰したら火を止め、出汁の出来上がりです。まずハンドミキサーなど使ってカレーペーストを作ります。クーミンシード入ります。ローストしたキャッシュナッツ、さらにカリーリーフも入ります。で、青唐辛子も入ります。生姜とニンニクはそのまんま入れると細かくペーストにならない場合があるので細かく切ってから入れます。小さく切ります。はい、ニンニクも同じく細かく切って入れます。そしてトマト入ります。で、この中に水を大さじ2-3杯程度入れて、蓋をしたらミキサーでペースト状にしていきます。はい、ペースト状にしていきます。はい、こんな感じで混ざれば OK。 ちょっとチェックしてあげてくださいね。たまに中にニンニクとか潰れてない場合があるので完全にペーストになればそれで OK です。玉ねぎも小さく切っていきます。それではすべての材料の準備できましたので早速作り始めていきます。まずフライパンの火にかけ、油大さじ2杯程度入れます。油が温まりましたので玉ねぎ入れます。炒めていきます。今日はね、玉ねぎちょっとしっかり炒めないといけないので油断しないようにしてゆっくりと炒めていきます。強火で構わないので焦げないように注意しながらしっかりと飴色になるまで炒めます。ここがね、今日のエビカレーのポイントになります。なぜかというとエビはあんまり火通しすぎると硬くなるので、そのためにできるだけエビ入れたら早く仕上げたいので玉ねぎは今のうちにしっかりと炒めておきます。はい、ここまで炒めたら先ほど作っておいたペーストを入れます。炒めます。ここでターメリックと塩、今日甘酢を使ってますが小さじ1杯入れていきます。そしてエビカレーの時のもう一つのポイントは、塩はできるだけちょうどいいぐらい、辛くならない程度で入れていきます。エビカレーは辛くなってしまうとエビの甘さが分からなくなるのでエビカレー美味しくなくなります。そしてカレーのレシピの時にその都度伝えてますが、こうカレーはスパイスを入れると下にちょっとついてくるんですけど、それをほぐしながら混ぜていきます。ここで慌てて水を入れるとカレーが美味しくなくなります。なので絶対にここ我慢こらえてください。そしてパプリカパウダーも入ります。あとね、最初に玉ねぎを炒める時に油がしっかりと温めてあると
あのね、あんまりそんな簡単には焦げません。スパイスはね、しっかりと炒めて、スパイスのいい香りがしてきたら、っていうのが、だいたいこの油がぐちぐちっと上に浮いてくるような感じになったら、そしてこのスパイスのところに分量外の水を少し加えて、蓋の方にもついてますので、蓋を閉めて、洗って、はい、しっかりと取り出します。に加えて洗って入れて、エビの出汁も全部加えます。はい、エビの出汁を加えて、ではこっちのカレーのルーの方を火を通してる間に、この塩とターメリックで漬けておいたエビを少量の油を入れて、温まったらさっと焼きます。こうすることによってエビの臭み消せます。はい、赤くなってきたらひっくり返します。中まで火通しません。両面さっと炙るだけで結構です。はい、両面さっと炙ったら、このまま隣で作ってあるカレールの中に加えていきます。加えたらもう少し煮込んでいきます。もう本当に煮込む時間が一瞬です。エビに火が通ればタレの完成になります。でここで一度塩味も見ておきましょうね。カレーがグツグツしてきましたので、エビにさえ火が通ってればカレーの完成です。エビのカレーの作り方はこれだけではなくて、他にいろんな作り方があります。その他の作り方もこれから順番に紹介していきたいと思います。よかったらチャンネル登録、そして動画が気に入ったらいいねお願いします。というわけで、カレーは慣れです。何度も何度も作って慣れていってください。それでは今日も動画最後まで見てくださってありがとうございます。さよなら。